こんにちは、ジョージ石原です。今回もですね、本日発売のトミカ紹介していきたいと思います。で、こちらはトミカから発売されたブラーゴのミニカーになります。で、これなんですけど、他にもね、ブラーゴのたくさん出てて、で、このね、一番安いやつ、これがね、近くのエディオンで購入したら610円でした。高いのはね、もっとあるみたいなんですけど、私行ったとこはね、このシリーズしか置いてなかったんですよ。ということで、見ていきたいと思います。一番気になるやつから見ていきます。で、あ、そうそう、その前にパッケージっすよね。パッケージはね、こういう、なんていうんですか、ブリスターパック、ホットビールとかもありますよね、こういうパッケージで。こんな感じで、で、後ろもね、で、このブラーゴっていうね、ブラーゴっていうところから出てるミニカーをトミカで販売してるのかな、ちょっと詳しくわかんないんですけど、あのブラーゴっていう名前でこうアマゾンで調べたら結構ミニカー出てきたんで、まあ有名なとこなんでしょうね、という感じです。で、こちらはね、 F40 のコンペリジオーネっていうやつになるみたいです。開け方これなのかな、こうやね、多分開け方はね、なんかここね、開くようになってるんで、こういけということだとは思うんですけど、入った、あーこんな感じになるんだ。はい、で、開けると一応こうやって置けるようになってますね。で、これね、あのいつものアンケートですかね、あ、こうなるんだ。いやー、ちょっとと見る感じ、なんかホットビールに似てません？うん、ちょっとね、普通のトミカより大きいですね、これ。で、取り出すと、まあこんな感じで、あー、いや、いいんじゃないですか。横、このホイールっていうかタイヤのところがね、すっごい安っぽいんですけど、でもね、いや、こういう感じでもいいのかな。はい、で、前側は、これはプリントされているような感じですね。はい。で、フェラーリのマークは結構綺麗に入ってますね。なんだろう、成形っていうんですかね。これちょっと、まあまあまあ、という感じですかね。で、後ろは、まあこんな感じで、ここら辺もいいな、塗装ですね。まあ悪くはないですよね。形は結構かっこいい、そんな気がします。で、ここクリアパーツで、ちゃんとね、かたどられてますよね。で、あー、なるほど。色はね、結構綺麗っすよ。で、下はまあこんな感じで、さっぱりしてますね。で、ギミックの方は、これは、あ、サスペンションがあるみたいです。結構ストローク深いですね、これ。で、転がりはね、あ、すごい軽い気がする。転がり軽いっすよ、これ。あー、これトミカシステムで走れたら、結構いいような気がします。ちょっと赤色が見つからなかったんですけど、ね、発売記念仕様の方。これちょっとね、これと比べてみます。まずサイズっすよね。サイズがどんな感じなのか。あ、めっちゃかっこいいな。価格帯はね、このトミカプレミアムよね。うん、トミカプレミアムと価格帯は同じなので、ちょっとね、これと比べてみると、あ、もう、明らかに、そうやね、明らかにワンサイズ大きいっすね。まあまあ見ていくとね、これ出来自体がやっぱトミカプレミアムの方がだいぶいい気がします。成形もね、こっちの方がすごいね、かっこいい気はするっすね。色同じだったらよかったんですけど、あー、やっぱもう、うん、一目見てわかりますね。こっちのトミカプレミアムの方が明らかにかっこいい。明らかに予算かけられてるっていう感じがしますね。あー、で、こっちはあのシートとかもね、ちゃんと色塗られてるんですけど、こちらはね、あの別にシートとか塗られてないですもんね。で、ギミックもサスペンションしかないんで、こちらちゃんとね、後ろこうやって開くようになってるんで、あー、うん、比べない方が良かった気はしますね、これ。そんな出来がいいような感じではないです。うん、値段がね、普通のトミカよりは高い割には、まあ、ワンサイズ大きいっていうのはいいんですけど、出来自体はあんまり良くないような気がします。うん、ちょっと作りが甘いような、そんな気がします。なんかホットビールに結構似てますよね。ということで、あれおい、下がっていかなくてもいいよ。あ、そうそう。あとね、トミカシステムの、
トミカシステムの道路ね、ちょっと取ってきたんですけど、まあここら辺でね、ちゃんと行けるのか見ていきたいと思います。行けますね。幅的に結構余裕があるんで、トミカシステムでは走れそうですね、これで。こちら、あ、ギリだ、結構ギリ。直線はいけるんですけど、この坂のカーブの方ですね。あ、でも行けなくもないような気がします。一応いくらか隙間空いてるんですけど、でこのカーブの道路なんですけど、これもまあ隙間ちゃんと空いてるんで走れなくはなさそうですね。あとでちょっとね、簡単なレイアウト作ってみたいと思います。じゃあ次はこちらの F50。はい、まあ、これもこんな感じでね、これいいですよね。箱がなくなってもこうやって一応ね置いとけるんで。あー、一緒やね、基本的に作りはね同じような感じですね。でホイールはでも違うんだ、一個一個やっぱ違うのかな。うん、で後ろはこんな感じで、あれこれ後ろ結構ねいい感じ、ん、いい感じ、こっちの方がリアはいい感じで作られてますね。マフラーはちゃんとね色塗られてて、でブレーキランプはなんか塗られてないですね。ここなんかかっこいいですね、カーボン調のなんかですかね。でここはまあこんな感じで、まあ、フェラーリのマークがついてて、ヘッドライトがねちょっとやっぱこれはあんまりかっこよくないですね。フロントグリルは、あ、これはまだちゃんとしっかりしてますね。で上はまあこんな感じで、あー、まあ、こっちの方がなんか出来がいいような気がします。で後ろはこうです。でこれギミックなんですけど、これもサスペンションだけなんですかね。あ、なんかね箱の裏ちょっと破けちゃったけど、ここにねブラーゴとはっていうね、ブラーゴの説明書いてるんで、ここちょっと読んどきましょうかね。ちょっと箱破いちゃったから、こっちね、こっちの方破いてないやつでちょっと見てみます。ブラーゴとは1976年にイタリアで創立されたダイキャスト製ミニカーの老舗ブランドです。18分の1スケールを中心とした大型サイズのミニカーを高い完成度かつ手頃な価格で世界的に広げたパイオニアとして知られています。フェラーリをはじめとする世界中の自動車会社の正規ライセンスを取得して高品質なダイキャスト製ミニカーを製造販売しています、ということだそうですね。だから古いんですね、結構古いですね、1976年って。トミカもっと古いですよね、50周年、トミカの方が古いのかな。でもこのブラーゴも1976年だから44年ぐらい経ってるんで相当古いっすよ。だこれちっちゃいの買ったけど、大きいやつの方がもっと良かったのかもしれないですね。うん、あくまで入門用みたいな、そんな感じかもしれないですということで、じゃあ次見ていきますね、最後になります。最後はこちらのラフェラーリで、こちらもまあこんな感じでね、じゃあじっくり見ていきます。で、まあ、正面はこんな感じで、斜め横はこうです。あー、いいんじゃないですか。なんかホイールもねこれ見慣れてくるとまあいいかなっていう感じですね。で後ろがこうで、あー、まあこんな感じですね。あーでも結構細かく色塗り分けられてますね。でこちらがこう、うん、あ、いい気がするね。これはでもね、いや結構かっこいい気がします。うん、かっこいい。下はまあこんな感じなんですけど、でこれもギミックはサスペンションだけです。あー、でも一番個人的にはこのラフェラーリがすごいかっこいい気がしました。でちなみにあのトミカのね、普通のトミカのラフェラーリと比べてみると、まあ、こうやって比べてみると、うん、トミカやね、トミカいいね。改めてこうやってみると個人的にはトミカの方がな、微妙なこの再現、ここら辺もそうなんですけど、ヘッドライトもそうなんですけどね、やっぱねここの作りとか比べると、いやトミカの方が出来いいのかな、そんな気がしますね。はい、ということで、まあ、今回はこちらのねトミカから発売されてるブラーゴのフェラーリ3台を紹介してみました。で
一応トミカシステムで簡単に走るかどうかだけ最後チェックして終わりたいと思います。じゃあまずは F40 からね、いきます。あ、いけるね。ここがいけたら多分大体いけると思う。大丈夫やね。大体いけないとこってここっすもんね、うん。ああ、一応走れます。大丈夫っすね。じゃあ最後このラフェラーリね。でも行ってみます。ああ、スムーズに走れてますね。ちなみにトミカだと、まあこんな感じで。うん、なんかね、トミカよりも、転がりがね、いいですね、これ。転がり性能はいいような、なんかホットウィールに近いような気がする。 いい感じでね、よく転がってて走らせて遊ぶのはひょっとしたら面白いのかもしれません。形もかっこいいですしね。ということで、はい、ということで次回はね、このなんかこうすごいねバリアが張れる面白そうなギミック搭載のこのベイブレードを紹介したいかなと思います。ありがとうございました。